東京渋谷。ここで今100年に一度と言われる都市再生事業が行われています。駅の改造と合わせて4つの地区で再開発が進む渋谷。その中心となる渋谷駅街区には230メートルの眺望から富士山も見渡せるランドマークを建設。その他大型の商業ビル、住宅やホテルなども兼ね備えた複合施設も誕生します。こうした将来を見据えたまちづくりプロジェクトが都市再生事業。現在都市再生事業は北海道から沖縄まで全国各地で展開しています。その中で渋谷駅街区は土地区画整理事業と呼ばれる非常に公共性の高い事業、UR 都市機構はこの渋谷の事業をさまざまな形で支えています。今回の土地区画整理事業の目玉は地下にあります。地下25メートルに広がるこの地下広場と呼ぶ電車の乗り換え場所、ここに人の流れを集めることで複雑だった電車の乗り換えがスムーズになり飛躍的に便利に。また冠水被害の多かった渋谷のため巨大な雨水貯留槽を設置。まさにこういう公共施設を作る、これが我々区画整理事業の大きな目的の一つでございまして、そういうことをやることによって安心安全の街を実現しようと。その他300メートル離れていた JR 埼京線と山手線ホームを並べる計画も進行中。これも区画整理事業によって可能になります。区画整理事業の地区内の土地を所有する鉄道3社の要望も UR が調整。この日は東急電鉄と UR の施工者会議。事業の課題を共有しながら今後の進め方などを確認し合います。2月中に行って調整をして、どうしても取れないんで3月ぐらいの話にしないと。今の設計まで見直してやるんだっていうんだったら、もう一旦工事止めるとかっていうチョイスになるのかもしれないけど、だからその大きな方針の確認も合わせてしていかないと。まあ、そういった中で自然と発生する制約条件で、そういう話なのかなと。会社の垣根を越え忌憚のない意見が飛び交う。また巨大都市での工事は実に複雑。ざっとこれだけの法律が絡み、関係各所との調整も重要です。駅前で多くの人に迷惑をかけながらやっていくことにはなるんですけども、その迷惑を極力かけない形で進めていくということが重要なことになってくると思っております。 UR は多くの人や企業とスクラムを組み、快適で安全な渋谷の街づくりを進めていきます。そんな渋谷から3キロ圏内の東京四ツ谷、東京23区のほぼ中央に位置する好立地。その四ツ谷駅前でも都市再生事業が行われています。細かく分かれた土地を一つにまとめ、建物の建設と同時に公共施設を整備することで、その土地を有効利用する計画。ここ四ツ谷でもUR が施工者となり、市街地再開発事業を推進しているのです。四ツ谷ではまとめた土地に防災性を向上させ、帰宅困難者の受け入れも可能な広場などを持つ緑豊かな新しいランドマークを建設する予定。しかし大きな計画の裏には、一時的に移転を余儀なくされる住民がいます。UR の職員は随時説明会を開催し、住民の方々とも向き合っています。そしてやむなく説明会への参加ができない人のために個別訪問も行っているのです。
こんにちは。四谷に結構思い入れがあるっていうふうに伺ってて、そうですね、はい、まあ、最初のお店でしたし、お客様が結構ついてたので、うん、移転後の計画も考えなければならない人たちへ普段通りの生活を送れるようサポートすることも重要です。また移転を余儀なくされた店舗のために仮設店舗も設置。実はここ建設工事現場の真裏。工事中でもこの場所で営業したいという希望に応えるため UR が用意しました。地元住民の生活を止めない配慮で進められている四ツ谷の街づくり。こんな景観を見られるのももう間もなく。そして UR が関わる都市再生事業の中でも特に急がれている事業があります。近年懸念されている首都直下地震。木造住宅密集地域を中心に犠牲者の7割が地震による火災を原因とすると予測されています。 UR は各自治体と協力し被害拡大の恐れが高い地域を対象に燃えない街づくりを進めています。その一つが荒川区。実に区全体の6割近くが木造住宅密集地域。 UR は荒川区と協力して燃えない街づくりに取り組んでいます。阪神・淡路大震災で UR は震災復興に取り組み、その経験を生かし東日本大震災の復興事業にも大きく貢献。それらで培ってきたノウハウが今燃えない街づくりにも生かされているのです。現在 UR が区と進めているのはこの3つの項目。まず1つ目、緊急時に避難路となる道路の拡幅。荒川区には道幅の狭い道路が多い。災害時の避難路確保や緊急車両の通行と消火活動に支障のないようにするため、最低6メートル幅に広げる工事が進められています。特にこの道路は災害時に避難場所となる公園へとつながるため拡幅工事が急がれているのです。そして2つ目、老朽化した住宅の取り壊しを推進。老朽化した木造住宅や空き家となっている住宅の取り壊しを推進するために UR は区と協力し地道に町を回り住宅の現状を確認。これだ、もう外壁モルタル剥がれちゃってるし傾いちゃってるし。放置され老朽化した住宅を見つけ地道に所有者を調べる。そして所有者に対して建て替えや取り壊しなどを進めています。3つ目は従前居住者用賃貸住宅の建設と管理。区の事業に協力し住まいが必要となった権利者のため UR は区から要請を受け賃貸住宅を建設しその管理運営も行っています。全国で74万戸の賃貸住宅を管理する UR。 そこで得た経験がこうしたところでも役に立っているのです。 UR は東京、大阪を中心に日本各地の木造住宅密集地域の整備改善に取り組んでいます。 UR は都市の抱えるさまざまな課題を解決するために民間事業者や地方公共団体と協力しこれからも都市再生事業に邁進していきます。